今日はレゴで暗号を作ってみました。見た目はこんな感じです。さあこの暗号みんなは解けるかな。この青と黒、なんか古代文字のように見えなくもないけど、そもそもこれは文字なのかわかるかな。さあ頭を回転させて、もうわかる人はわかったかな。わからない人はしょうがないので、てってれー、大ヒントカチャリン。さあ俺でもだいたいわかったかな。結構これでわかるようになる人多いと思います。さあもうそろそろ答え合わせをしちゃっていいかな。これは何を表しているのかというと、ここが L、 そしてここが E、 鍵になってるのかな。そしてここが G、 最後が O で L、E、G、O、 レゴになっていました。これはトリックアートを使った暗号でした。ててて、みんなも作ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。これ答えが分かった後だとちょっと浮き出て見えるかな。バイバーイ。